ね、思った。はい、これからニエトノさんとカケラさんの戦いが始まります。はい、よろしくお願いします。クロさんは何、あれ生放送とか結構やってる感じ？そうです、最近だってあのやり始めたというものなんですけれども、よいしょ。カケラさんはシーク、ニエトノさんは月光がですね。あ、はい、始まりました。振る舞いから早すぎて早すぎて実況追いつけないですね。ニエトノ君の月光下が下がきやがりは枯れない。さあ、熊井44ですが早い早い試合が早いすごいんだけど。さあどうなる。おっと、長い崖に行っても焦ることなく攻撃し続けます。前チョンギョ、若干ニエトノ君がリード。そうですね、若干ニエトノさんが有利といったところですかね。水で押し出した。おっと、おかけちゃん押して上ビュー、すごくいいですね。慣れている、かけら君さすがですね。かけ落ちキャンセル、しかし読まれている横強。チョンギョでいいかし、かわしてみます。チョンギョ下投げを選択。さあ、水処理券で検索をかけていきますが、シーカー下がってくる。おーっと、空前影打ちですが、外れます。見えないな、予想のできない動き。さあ、どう攻めるか。おーっと、投手した。お互い100近くなので、いいパーセントになってきましたね。いいパーセントです。さあ、掴んで、さあ下投げ決まるか。読み合いを、空前さあ、まだ復帰のターン。さあ、月光が上ビレで逃げます。シュリケン、水シュリケン、ふうまえ。しかし、シーク粘ります。しかし、水シュリケンが当たってしまい、これはどうなる。おっと、まだ使っていないウェビー。まだ使えますね。おーっと、崖からの空中後ろ、戦いがハイレベルすぎる。はい、回避。水シュリケン、水シュリケンで消せ。シュリケンと仕込み針で攻めます。忍者みたいなキャラクターの戦いですね。忍者対忍者や今気づいたけど。さあ、さあ上投げ、上投げからの当たらず手裏剣です。毎回表読んでハイレベルすぎるさあ、クマイ決まった。しかし月光がまだ耐えます。ニエドノ君の動きはうまい。水手裏剣。さあ、月光が徐々に追い詰めてきますが、枯れなかった。しかし水手裏剣からの風前決まった。逃げ打ちは打たない。見ている、駆け打ち感見てましたね。そうですね、素晴らしい反応。あのウェビー何気に掴むのが難しいさあ、ショーギーが跳ねてしまったがウェビー捕まります。おっと、滑ったか。すぐに掴めるけど、いいえ、まだ死なない。決まらない。ニエトノがジョンギョー、これはうまいですね。素晴らしい。水手裏剣読みあったのかな。お、上様だ。しかし、まだシーク耐えます。水手裏剣が金曜の攻防ですね。素晴らしい。水手裏剣で結婚が試合を有利に進めていきます。さあ、シークの連続攻撃、月光がそれをうまくかわします。ハリ下キョ、ハリ動かせていく。かけるくんスピードが速いさあ掴んで、下投げをして、下投げからの、さあ空中攻撃で攻め続けていきますが、水手裏剣横火ですね。シークは横火で攻めていきます。投げ打ちの着地キャンセルはしませんでしたね。しかし長生きするカゲラ君。さあ、シークまだ粘ります。忍者対決、お
お互いにバーストしづらいのかな。そうですね、結構長生きしてる2人とも。空上勝てるんだ。おお、空下に出した。おっと、空下決まったがまだ耐えます。まだまだ大丈夫。水手裏剣決まりました。横 B に水手裏剣が刺さってしまった。でも すごくいい勝負ですね。ニエトロ君がとりあえず1本取りました。ニエトロさんの月光が1本取りました、はい、日本選手なので、まだ試合を続けます。リプレイ取った方がいいのかな。さあ、お二人の選択キャラクターは変えない感じですかね。ゲルドの谷、了解しました。メッセージ、ゲルドの谷が来るようです。はい、ここだね。さあ、2本目あるか。よいしょ。どちらもハイレベルすぎて、なかなか実況を追いつかないんですけれども、すいません、我々初心者なのでちょっと待ってください。はいはい、でも先ほどの試合もかなり互角といった感じで、ね、ゲルドの谷ってこれ原作何ステージでしたっけ。原作、ゲルドの谷は、ゼルダの伝説時のオカリナのステージですね。なるほど、だからシークのホームステージや。そうですね、はい、時のオカリナやゲルドの谷といった曲が流れるのがこのステージの曲ですので、ゼルダシリーズ、シークのホームみたいな場所ですね。さあ、結婚がジャックを決めてきます。最初はお互い小技を決めていきますが、超業最初から攻めに入りましたね。水手裏剣、水手裏剣やっぱ強いっすね。結構なんかシークに対しては水手裏剣機能しないって結構が使いみんな言ってますけど、ニエトロ君は使い方が上手いような気がする。さすがですね。うん、お互いに五分。お互い50ちょっと。さあ、互角です。超業決めていく、シャスマ水手裏剣。弱で決めるか。お、横スマ入りました。しっかりガードしている。長距離届かない。横火が出るか。大丈夫。弱で攻めて、また崖への攻防。水手裏剣上スマ。おお、決まらない。それを掴んで、さあ読み合い。弱着地をして、前回火からの弱。さあ、お互い小技で牽制し合います。おお、崖からの空中しろ、これはすごいですね。かけらくんっぽい奇襲ですね。上スマッシュを避けて、さあ月光が名前ないから。おっと、月光が上スマッシュ、強い飛び。おお、あそこの部分でもシークバーストしました。弱で着実にダメージを与えていきます。これはあれですね、ニエトノさんの月光が有利なので着実なメジャーを与える技を使っていますね。なるほど。これでも、おーっと、スピードが速い。水手裏剣仕込み割り、忍者勝負。決まった。あ、お互い着手狩りを狙ってきます。後ろ投げ、避けた。お、あの空下よく避けられますね。しかも影打ちキャンをしないことを読みましたからね。さあ、水手裏剣どんどん攻めていく。仕込み割り、さあ忍者勝負。手裏剣と針、上スマ2段が当たる。さあどうなる。チークはさっさとバーストしたいが、どうなるか。逃げる。将棋を狙ってきますが当たりません。手裏剣攻め。さあ、お互い小さく跳ねながら牽制し合います。どうなる。そうか、手裏剣壁があるから壁キックで結構登れるんですね。そうですね、これによってシークのさっきの驚異的な復帰を見せる。おーっと、空後ろ決まりました。さあ105対0、水手裏剣当たっちゃう。厳しいが、まだシークは耐えます。シークからの壁登り、当たんない。横尾を打つが、シーク巧みにかわしていきます。DA 影打ち4だ。さあ、ここから逃げ方がうまいぞ、ニエトノ君。さあ下投げ、前追い出して
カケラ君のターン。超魚。おーっとここでベースマン決まったウエスマ決まりました。ニエトノさんの月光がの勝利です。いや非常にレベルの高い試合でしたね。素晴らしい。なんか変な時間だった。やばい。